迷路の中からこんにちは、ヒトポンです。あいだよ。前回はサバイバーキャンプの人と仲良くなったところで終わりましたね。あ、最後のマップだ。今まで見つけたマップは全部外れだったから、最後のこのマップが正しいってことね。マップがあるなら余裕ですね。マップを見ながらスタッフルームみたいなところまで来れました。マップのハテナマークがある場所がスタッフルームだったのね。多分この中に薬があるはず。なかったら片っ端からこの迷路を調べることになります。うろう、めんどくさ。さて、薬はどこかな。こっちは外側か。荷物はいろいろ置いてあるけども。え、薬ここにない感じ。迷路探索パーティーの開催か。あ、この机の上にあるやつはニトログリセリン銃？薬ね。よかった、スタッフルームに置いてあったね。さて、そろそろ出口だ。外にさえ出れればゾンビいないから安全ね。なんだ、入り口が封鎖されてたのか。これ偶然出口より先に薬を見つけてたら大変なことになってたかもしれないわね。ゾンビが来ている可能性あるか。一応マップには映らなかったわね。なら大丈夫か。薬持ってきましたよ。君が飲ませるわけじゃないのね。はい、薬だよ。修理か。そういえばなんか部品みたいなの迷路の中で拾ったな。直せるわ。直せるんだ。お、これだけで動くのか。まだ修理箇所はあるみたいね。いい感じに部品は持ってるので直せそうだね。これでどうだ。まだまだ修理箇所はあるわね。持ってない部品か。うん、今日は時間ないし帰るか。また迷路の中に入ることがあれば探しておくか。特に何もないんで生存者キャンプに来ました。何かあったみたいだな。
渡すような選択肢になってるけど食料持ってたっけ？一応確認してみましょうか。とりあえずこのキャンプはやべえ場所だってことが分かったので、あんまり頼りにしすぎないようにしようかな。さて、現状行ける最後の場所。森林国道に行きましょうか。やっぱりゾンビは多いんだな。うげ、毒の霧があるのかここ。毒の霧がある状態だとゾンビが好戦的になるみたいね。好戦的じゃないゾンビって今までいなかったような気もするけど。さて、さすがに霧がない時に探索しようか。出直しね。なんか呼ばれてるな。この人いい人すぎるよ。うん、彼女たちは大丈夫そうだね。このキャンプ地の良心として頑張ってほしいところ。おはようございます、朝です。息子が家出しちゃった。これやばくない？外でゾンビに襲われたらひとたまりもないわよ。パチンコ今持ってるってことは息子装備してないな。早めに見つけれるように探してみるか。見つかりませんでした。罪か。どうすんだよこれ。
よかったよかった、無事だったね。調理台のアップグレードをするための素材が手に入ったんで、アップグレードしていきましょうか。何が変わるのかしらね。アップデートが完了しました。早速料理していくか。洋食。そもそもできる料理が変わるのね。どんな料理になるのやら。おっと、どうやらお腹がたくさん膨れるみたいだな。1個でプラス10なのはかなり大きいわね。水に関しては特に変わらずか。まあ浄水してるだけだし。さて、ニュース見て毒霧はなくなったようなので国道行きますか。ちなみに雨はどこかのタイミングで降るみたいだから早めに探索しちゃおうね。残念、雨はもう降ってます。まあ毒霧よりかはマシだろ。で、一応ゾンビはたくさんいるけども。ガードレールで直接襲ってくることはなさそう。遠距離攻撃してくる。やって、一度隠れ直してきました。なんだかんだしてたら雨やんだわね。雨降ってるとお腹がめちゃくちゃ減るからな。正直助かる。ずっと一本道なせいで道の上にいるゾンビを避けようがないのがめんどいな。あと普通にゾンビが強い。で、なんか倒れてる人がいるね。生きてるのかあれ。一応動いてはいるわね。生きてそう。包帯とかの回復アイテムならいくつかあるけど。木材3つです。こんな場所でキャンプファイヤーしたらゾンビ寄ってきそうなんだが、あと普通に木材がない。物資が不足してるわね。家から木材持ってきました。雨だから火を起こせるかはわからないが。あれ、いなくね。け、お、く、で。もうやれることがジャガイモを育てて回収するぐらいしかないんだけど。ジェイコブの写真探せよ。実はそこそこ集まってるんだけどね。多分まだ行けない場所のところに写真があるんだろうな。そういえば海辺とかにも写真があるとか聞いてたような。とりあえず寝るか。また悪夢か。最初の頃にも見たわよね。今回は結構はっきり景色が見えてるけど、どうかな。
Huh?